じゃあ次、今日最後のリアクション勉強会のテーマ発表しますよ、はい、シュチュエーションリアクション。いいですか、今から日常生活送っている中で、はい、ありえないようなことが起きますので、はい、それに対してリアクションして回避していただくと、はい、危機を乗り切ってください。日常じゃ起こりえないことはもうないからね。それを回避すると、やってみましょう。まだ出てない人いますからね。そんなことはない。また俺行っちゃおうかな。でやります。乗ってますからね。乗ってますから、もう慣れてますから。そんな出さなくていいっすよ。じゃん、はい、出た出ました。今日初シチュエーション、まず一つ目、ガッツさんにチャレンジしていただきましょう。じゃあまずシチュエーションリアクション、ガッツさんの番です。ガッツさんですよね。ファンなんです。よかったら飲んでください。飲むか。それは笑うわ。もうリアクションとかでないじゃん、もうこんな今終了。お前古いわ。リアクションじゃないもん、もうなんかもうちょっと我慢しようと思ってた。無理だよ。どうでした今の。ダメダメ、リアクションじゃないもん全然。ダメ、まだ納得できん。俺バカみたいじゃん、さっきすごいわ。さすが全国さんに大根だろな。すごいドヤ顔見てやれ。やってからすごいね。しかも女子も入ってた。いやこれリアクションでしょ、リアクションでしょ。もうその後のトークがダメだ。はいはい、よいしょ。どうですか今のシチュエーション。いやもうね、なんかもうリアクションの域を超えちゃってさ、もう次何やっていいのか分かんないもんね。じゃあ次ガッツさん、これ引いてもらっていいですか。もう欲しがりそうだからね。わはははい、誰ですか。小宮さんです。カモメ。あ、じゃあカモメ。じゃあ行きますよ、次のシチュエーションリアクションは小宮さんの番です。よーい、スタート。あ、ビデオ返していかなきゃ。終了。耐えました。飲み込んじゃいました。飲み込んじゃいました。ということは、小宮さん、罰ゲーム。いきますよ。あ、痛い。痛いよ。もうビビになっちゃうよこれ。ビビになっちゃう。ここまでやってきました。ついに最後。最後。なんかだんだんちょっと元気ないんじゃないですか皆さん。あれやっぱ勉強中ですからね。あのね、自分の不甲斐なさじゃない。もうぜひ最後はバシッとそうだね、リアクション決めてもらいたいですね。最後ですからねえ。なんだなんだお前。そうやって自分が自分だけ言っちゃう。もういきますよ、もうこれもうね、これかな。いやこれ師匠だ、これだな。いきますよ、せーの、ほい。最後のシチュエーションはユニークさんで、これ最後ですからね。最後ですから、ビシッと、まあ見といてください。ああ、ビシッと決めましょうよ、はい、まとめっていうの見せますよ。さっきのね、ぬいぐるみで、はい、正規のリアクション。見ましたでしょ。見ましたから言ってるんですよ。任せ、はい、てください、はい、じゃあ最後シチュエーション、ユニーク君のリアクションです。ユニークさんですよね。ファンなんです。よかったらこれ書いてください。ギブアップ。
終了見事耐えましたね耐えましたね、はい、耐えましたということはユニーク君も罰ゲームいいですか最後しっかりいきますよいきますよキーンってキーンってどこがキーンって耳がキーンってキーンってはいじゃあ勉強会終了あお疲れ様でしただいぶ疲れましたリアクション勉強になりましたかそうですねちょっと元気ないですよ、もうなんかあの勉強会っていうなんかただ痛めつけられる汚れてるか汚れてるかでもなんかこうさもうちょっと熱感カメっぽいなんかもうちょっとねあのグラグラしてるやりたいなもうリアクションはいいからあのねちょっとハードル高かった舐めてました舐めてましたね、まあ、第9回目ってことでしたけどねどうでしたか本当にまあ、リアクションで喧嘩咲いてたけど、やっぱ二人の方がすごいんじゃないかなっていや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 俺らは心の傷が残ってるそうですよ一ヶ月は言うたのね、あの時のあれがみたいな上向けないよね、まあ、こうやってね、勉強してね、日々しながらね、素人ですけど頑張ってますんでね皆さん、素人のくせにはと思わず楽しく見ていただければそうです、ね、あったかい目でねあったかい目でお願いしますうん見てほしいです、これから勉強してきますんで地域情報を踏まえたらゆるいのよゆるく優しい感じです、もうハリセンとかじゃないキーンとかじゃないキーンとかじゃないやりますからちょっと期間あります、ね、これ心の傷ぐらいかやりましょうか温かいやつやってみます、そうですねじゃあ次回、やったかい企画をお楽しみにさあありがとうございました